世界の皆さんこんにちはおはおようございますこんばんは。俺と神様講演会へようこそいらっしゃいました。本日のスピーカーを務めさせていただきます、アメリカ・カリフォルニア州にあります、ロマリンダ日本人協会の三浦祐希です。早速、祈りを持って始めたいと思います。お祈りします。手の神様、今から俺と神様講演会を始めていきます。どうぞ私の唇に、また聞く方々の耳に、 聖霊を与えてください。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。人を殴ったことはないが、何人も殺したことはある。お前は人を殺す人間ではなく、生かす人間となれ。1945年終戦の年、20歳だった私の祖父は、 現在の中国東北部の赤島というところにいました祖父は医者になることを夢見た勤勉な学生でしたがある日を境に手に握っていたペンは銃に持ち替えさせられ人を救う代わりに人を殺すための猛特訓が始まりましたその訓練の中でも一番重要視されていたのが大量の爆弾を背負って戦車の下に潜り自爆をするという訓練でした 終戦の6日前の8月9日突如としてソ連軍の戦車部隊が国境を越えて怒涛の攻撃を仕掛けてきました小部隊を率いる祖父は上層部から命令されました肉弾一人一人がソ連の戦車に体当たりして死ね在留邦人が無事難下するまで急追してくるソ連軍を10分でも20分でも阻止せよ祖父の率いる部隊は 本来なら飛行機に搭載するはずの25キロの爆弾を背負ってソ連軍の無数の戦車に向かって走らされました。必死に走っている時に思ったと言います。自分の舞台を生きて帰らせなくてはいけない。そんな思いとともに無我夢中で走り続ける中、突如として大きな戦車が祖父の目の前に現れました。幸運にも 相手の戦車は祖父に気がついていないようでしたがあまりにも至近距離にいます祖父は自分の部隊を救うために死を覚悟で地面に伏せました訓練通り自爆しようとしたんですそしてその地面に伏せた祖父と祖父の背負った爆弾の上を戦車が通りました爆弾は不発でしたそして戦車に引かれたにもかかわらず 私の祖父はなぜか無事でした。自分はまだ生きている。それをかみしめて自分の舞台と共にその日は関東軍の部隊のところへと帰りました。帰ってきた祖父とその舞台を見た上官は祖父を殴りました。歯がほとんど吹っ飛んでなくなってしまうまで殴られ続けました。祖父の舞台が丸ごと死なずに帰ってきたからです。 国のために命を捨てられない臆病者と呼ばれ殴られ続けたのでした即の舞台は次の日も戦いに出されました嫌いを背負って銃剣と集団を持ってソ連軍の部隊へと再び突入しましたそんな生と死と隣り合わせの日が数日続きついに終戦の前日8月14日の深夜同期の陸軍候補生ともに日本軍最後の切り込み隊 員隊の一員としてソ連軍の陣地に切り込みましたしかし奮闘むなしく祖父と共に突撃をした30人の友人たちのほとんどは火炎放射によって灰となって死んでいきました高校生の年ほどの若い兵士たちが誰かのための防波堤となって死んでいったのです一夜明け 生き残った祖父と仲間の兵隊たちはソ連軍の捕虜となりましたそして9月5日祖父たちと60万人を超える日本兵の捕虜たちは東京に帰るという意味のダンモイ東京という言葉をソ連軍にかけられ列車に乗せられましたしかし窓の外を眺めていると太陽の火が沈む方向から気がつきました自分たちは日本にではなくて北に向かっている こうして祖父はシベリアに連行されました。強制重労働と極寒の中、祖父は必死に行きました。ある時は糞んに笑ったもので上を乗り越え、震える体を寄せ合って寒さをしのぎました。多くの仲間は過酷な労働と栄養失調、そして寒さに倒れ死んでいきました。生き残った仲間が2年での日本帰国を許される中、祖父の帰国は、 一向に叶いませんでした。もう自分は二度と日本の地を踏むことはないであろう。そう覚悟した祖父は終戦から4年後、ようやく日本に帰ることを許されました。お前は人を殺す人間ではなくて、生かす人間となる。 この言葉は私に深く響きます。どんな理由があろうとも、戦争はあってはならないことです。私は亡くなった祖父のことを愛していますが、祖父が舞台の長として殺した何人ものソ連の兵隊もまた誰かに愛された人たちです。戦争から77年、私たちは何を考えて生きているでしょうか。人の体を傷つけることはなくても、誰かの心を気軽に傷つけることができてしまう。 そんな時代を生きているように思います。私自身も人の体に暴力を振ることはないとしても自分が何の気もなしに発した言葉で誰かの心を殺してしまうことがあります。祖父は祖父が眠りにつく数か月前私に向かって言いました。お前は人を殺す人間ではなくて生かす人間となれ。 この言葉はつまらない冗談を言い、人を傷つける言葉を発しても何とも思わなかった私の心の奥底まで響きました。その言葉は私が医者となって人の命を救う人間になりたいという志を確かなものにさせました。そして時は進み、一人の医者となり、医療行為によって人の命を救うことができる立場になりました。しかしそれでも、 私は自分の言葉と行動に自信がありません。私の中にはやはり人を殺める者の血が流れているのです。しかし、そんな私は一冊の本に命の言葉が詰まっていることを知りました。聖書です。聖書に詰まっている言葉は私を作り変え、私の汚れた血を洗い、 罪人である私が一人のクリスチャンとして人の魂をイエス様に結びつける働きの端くれとなりたいという志を与えました。今から8年前のことです。バプテスマは唐の昔に受けていたものの私の心はイエス様に全く結びつけられておらず疲れきっていました。同じくクリスチャンである妻と結婚して妻のおなかの中には新しい命が宿り、 順風満帆に見えたであろう私の心は見せかけのクリスチャン、または良きクリスチャンを演じることに完全に疲れていました。妻と共にイエス様のもとへ歩んでいきたい幸せなクリスチャン家庭を築きたい。いくら私がそう思っても私の心はキリストから離れ疲れていくばかりでした。とても苦しい時間でした。 そんな自分は結局人を生かすどころか自分を生かす人間にすらなることはできない自己嫌悪と失望に苦しむ私のことを知ってか知らずか私の友人が妻と私を食事会に招いてくれましたその食卓はいつも聖書の話で盛り上がっていました しかし私の目的はもっぱらそこで提供される食事でした。その日のトピックは再倫と天国、そして終わりの時代に与えられる精霊の注ぎ、いわゆる後の雨というものでした。当時の私には後の雨なんていうパワーワードの持つ意味がわかりませんでした。何のことか一切わかんない。しかしその食卓で私を除く参加者は、とみんな非常に楽しそうにその話題で盛り上がっていました。 私は顔では興味がある手を装いつつも心の中でつ,つぶやいたんですね。またつまらない話をして、そう思ったんです。そうつぶやきました。そしてその瞬間、私はお腹の真ん中から自分の腹渡を引き裂くかのような痛みを感じたんです。友人宅のトイレと駆け込んで、経験したことがない痛みを腹に抱えて、洗面所の鏡の前で立つこともできずにうずくまりました。 そして油汗を流しながら、トイレの床で倒れるようにしている時、自分の意識がだんだんと薄れていく感覚を味わいました。頭が徐々にぼーっとしていく中で、私は目の前にはっきりとある状況を見ました。それは自分が天国の外から天国の中にいる妻と友人たちを眺めている様子でした。その瞬間、 自分の頭に一つの言葉が聞こえてきました。それは今思い越せば、目視録の3章、20節の言葉でした。読みます。見よ。私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入って彼と職を共にし、彼もまた私と職を共にするであろう。薄れていく意識の中、 私は思いました。私はイエス様がずっと寒い中、戸の外に立って叩いていたのに、扉を開けなさいと言って叩いていたのに、その声が聞こえていたのに、私は扉を最後まで開けなかったんだ。言葉にならない悲しさと涙が湧き上がってきました。そして許してほしい。今 扉を開けるからイエス様に入ってきてほしいその思いが湧き上がってきましたそして声を絞るようにしていましたイエス様助けてくださいもう一度だけチャンスをくださいその瞬間トイレの鏡の前でぼーっと立っている自分に気がつきました痛みはどこかへ行ってしまっていました トイレをすぐに出ると、まだ後の雨について盛り上がっている妻と友人たちのところへ行き、言いました。明日から聖書のことを教えてほしい。私の人生はその日を境に変わりました。聖書は私に大切なことを教えてくれました。私は自分を生かすのは自分だと思っていました。 人を生かすのは自分の力によると思っていました。しかし私は気がつきました。人を殺す者、自分を殺す者は私のプライドであり、イエス様だけが人を生かす。私たちは終わりの時代を生きています。それは紛れもない真実として、 世界中の人々が分かっていることです戦争が起き、空腹が小さい命を奪い、未多有の疫病が世界を混乱させ、そして何よりも人類を2つに分けた1つのワクチンをめぐって、双方の人々の愛が冷えているこの時代。教会が人々の心が揺れ動く不安定な時代を私たちは生きています。私たちは人を生かす人間でしょうか これとも誰かの息の根を止めてしまうそんな人間でしょうかイエス様は言われました。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者のが認めるであろう。 24時間以内に迫る自分の死を悟った男が弟子たちに残した言葉それは細かい立法を必死に守るようにというものでもなければあれをしてはいけないこれをしてはいけないと禁じるのでもありませんでしたそれは人を生かす究極の方法己のプライドを捨て互いに愛し合いなさいというものでしたそしてイエス様は この言葉を自ら最初の模範となって示されました。おとなしく惹かれていく子羊のように十字架までの道を自ら歩いて両手を広げ釘を打たれました。そしてイエス様は十字架につけられていったのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからずにいるのです。 人を生かすのは、細かな決まりではありません。特別な方法ではありません。科学ではありません。私たちの力でもプライドでもありません。愛が人を生かします。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が十字架で示されたこと、 それは自分と意見が違う相手を最後まで愛しきるということでした。私の祖父は長年心に負った戦争の爪痕に苦しめられました。しかし戦争から43年、祖父はペンを取り戦争を解雇するとともに一つの言葉を書き残しました。生きるとは報いられることを期待しないということです。 大きな愛を持って心から人に尽くすこと、ひとたび引き受けたら即実行してやる、頼んだ相手の気持ちになって精神誠意尽くしてやることです。報いられることを期待しない。それはプライドがあったらできないことです。祖父がイエス様を知ることはありませんでした。しかし、キリストの精神を持っていたと私は思います。 私は人を生かす人間になりたいと思います。そしてイエス様が天の軍勢を引き連れて私たちのことを迎えに来るときに私は祖父が眠りから目覚めるのを見たい。そこで私たちを待っているものは戦争のない、暴力のない、病気のない、涙のない、死もなく悲しみも叫びも痛みもない素晴らしい新しい愛の世界です。 この地上には希望がありませんどんな方法にも政治にも科学にも希望はありません私たちが生きる希望はただイエス様だけにあります世の罪を取り除く神の子羊であられるイエス様だけが私たちの希望ですこの希望の光は希望を失ったこの世界の暗闇を照らす光となって輝きますお前は 人を殺す人間ではなくて、生かす人間となれ。互いに愛し合いなさい。イエス様が十字架で教えたこと、それは愛されなくても愛しなさい。たとえあなたと考えが違っても愛しなさい。愛し合えなくても愛しなさい。たとえ誰かがあなたのことを十字架につけても愛しなさい。 イエス様は言われましした。いいに愛し合いなさい自分のプライドを捨てて互いに愛し合うとき、私たちは人を生かす人間となることができます。私たちは誰かの命を取る存在からキリストによって希望を分かち合う人を生かす人間となることができるのです。人を生かす究極の方法を教えられたイエス様のこと、皆さんも信じてみたいと思います。 思わないでしょうか以上です <music>